どうもこんばんは、なっちでございます。1月の13日も水曜日です。ウェンズデイです。パズドラニュースの時間です。もう速報っていう時間でもありませんが、なんと楓がね、曲成しますよと突然発表がありました。こんだけ待たしといてさ、いきなりですよ。僕はもうてっきり、楓はこんだけ進化しないんだから9周年とかで堂々と発表すんだかなと思ったら、なんかポロッと動画で紹介。公式動画のリンクは、概要欄に貼っておきます。ってことで、なんかしれっと発表されたわけですよ。まあでもね、ここまで貯めておいた理由は、なんとなく今回の性能でわかりました。ってことで、発表されたね、内容を見ていきましょう。まだ公式サイトに情報が出ておりません。こういう感じのサイトがまだ出てないので、なんでまあ多少見にくいかもしれませんが、ご了承ください。まずはこいつ、ウィジャスがドット進化ということで、まあ読めてましたね。ウィジャスとかチェスターとか、そのレアガチャからしか出ない組はドットしていくんだなっていうのはもうなんとなく分かっていたんですけど、ウィジャスがね、割とバカにできない。そう、たこ焼き2つに指3つっていう、もう最近の貴族性になかなかありがてえ性能してるわけですよ。しかもスキルも威嚇と覚醒無効解除、まあ5ターンではありますが、もしナデコ使ってて指が辛いっていう方は、ウィジャスありかもしれないなっていう、可能性がゼロではない、仕事がないわけではないっていう感じですね。たこ焼き増えんの純粋にでかいしね、まあ、覚醒無効解除枠はぜひアルテミスを使ってほしいところではあるんですが、バッジを指にしたくないって方はありかもしれません。他にもフレイとかロキが発表されましたが、楓の方に行きましょう。まあ、貴族性のね、人間なんでそこは割愛と。はい、ということで楓ちゃんこちらです。ポニーテールになったんですね、これ。多分そうだよね。はい、ありがとうございます。それはそれはありがとうございますですよ。覚醒はね、なんと、たこ焼きではなくドロキョウです。ドロキョウだった。ただ、無効貫通が3つあるんですよ。で、しかも超覚醒が無効貫通に対応してますよと。無効貫4つつけれるわけですね。なんで、これはね、無効貫枠に割とありなのではなかろうかと思いました。スキルもパワーアップしております。ロック解除がついて、6個ずつ生成ですね。強いですよね。6個ですよ。2コンボ分作っちゃうわけですよ。回復もね。さらに変えたらしくヘイストと。リーダースキルは木の2コンボ以上入れました。最近の流行り。2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が18倍。回復ドロップを消すとダメージを軽減、固定50万と。ダブル軽減系ですね。HP 補正こそありませんが、まあ、楓とかナデコのスキルを使ったら大抵回復は出ますので、ダブル軽減と追い打ち自体は全然難しくないんじゃないのかなって思います。リーダーとしては、アルテミスの追い打ちじゃ物足りない時は楓を使おうっていう、個人的にはそんなイメージです。例えば、烈海のアテンとか、あの、潜在玉ドラ、あの辺を追い打ちで倒したいって方は、楓を使えばいいと思いますし、いやでもなぁ、ガドブレ普通積まないしなぁ、カエデの方が追い打ち的には優秀だなぁ。悲しい事実。早くもライバルが登場してしまった。ただね、カエデバインドがないんですよ。バインド耐性が。なかなか珍しいよね。極性で。今まであったのに。なんでまあそこですよね。超覚醒に無効感つけたい場合はバインド耐性をどうにかしないといけないし、まあその辺がちょっと難しくはありますが、リーダーとしては強いと思う。で、サブとして、そのナデコの無効貫通枠に使うのも、なしではないと思うんだけど、ロック解除もできるしね。そう、ロック解除が大事なんですよ。なかなかだから、そう、スキル的にはすごく相性がいいんですが、無効貫通組んだ時の火力としては、アルバートには遥かに劣りますけど、一応、イノスケとかチャコルは超えてますよ、という感じですね。なんで、まあ、無効貫枠困ってて、なおかつ、変えて持ってるよって方は、普通にありかなと思います。まあ、シュラやる場合だったらそんなバインドも気にしなくていいんですけど、まあ、それに慣れすぎて、その他の降臨とかね、行く際にはご注意くださいって感じです。あとは、楓はメダルで交換もね、今後できますので、そこで絶対ゲットできるよっていうのも、嬉しいポイントではありますね。まあ、使ってみないとわかんないですね、こればっかりはね。回復だって L 字で組んだら意外と強かったりもするかもしんないし、とりあえずまあ明日実装予定らしいので、明日使ってみてまた判断してみたいと思います。で、一時期周回で強かったんで、この携帯で撮ってある方がね、多いかと思うんですけど、まあこの前も強化入りましたしね。
どうなんだろう、交換所追加してくれんのかな。紙結びかなんかが曲線した時も交換所に置かれていたんで、まだ公式サイトが更新されてないんで分かんないんですけど、もしかしたら転生退化できるかもしれません。運営さん的には多分転生は意図的に退化させないようにしてるわけではなく、なんか技術的な問題なのかな、わからんよね。だってなんかイベントのたびに追加されるもんね。この前もなんかアモンかなんかがここに並んでましたから、あ、いますね。アモンもこの前ね、この携帯がめっちゃ強くなって、そう、マシンキラー4つつけれるんですよ、こいつ。これがなんで転生戻せますよっていうね、こういう対応してくれるんで、これができるんだったら別にいいじゃん、ずっとあっても。わかんないんだよな。まあ今回もやってくれるかと思うんで、まあ保証はできませんけど、 80% ぐらいの確率で転生対価はね置いてくれるかと思いますので、まあ 80% ぐらいの気持ちでご安心ください。ってことで、帰れどうなんだろうって思う方は明日のね動画の更新をお待ちください。以上、ナッツでございました。バイバイ。